たただいいまままごごかりましたあの東京大学の高村でございますあの今日はあの PRI、そしてあの日本取引所グループの主催のこうした大変あの緊張しておりますけれども、<laughs> フィオナあの森沢さんをはじめとして主催の皆様に改めてお礼申し上げます。 えー、今日あのテーマがあの責任ある党首であり TCFD だというふうに理解をしていますがあ今日あのすでにご登壇になった皆様に加えてです、ね、私が何を語ることができるんだろうと思いながらあの準備をして、えー、まいったものがあのどこまで話ができるものやらというふうに思っているところでございます。 えっと、今日私お話をしようと思ってましたのは従いましてできるだけ違うパースペクティブからと思いまして気候変動問題において、えー、特に私あの国際制度国際法をあの専門にしておりますけれども気候変動の国際的な枠組みあるいは気候変動のという国際的地区規模の問題においての金融投資というものについて少しお話をした後で、えー、先ほどあのフィアンとも話してましたけれども、えー、日本でも随分 脱炭素社会に向けたあ気候変動問題気候変動政策の転換というような動きが起きてるんじゃないかというふうに思っておりましてその理由がそのドライバーが何なのかという話を申し上げたいというふうに思っております。 えー、皆さんのもご存じとおりパリ協定というのはあ気,候変あの気温上昇を2度よりも十分に下回る水準に抑えるという2度目標1 5度 c に抑えるという努力目標を掲げております。まあ、これはもう皆様よくご存じだと思いますあの今世紀後半の排出実質ゼロ脱炭素目標というふうにも言われるものでありますけれども、えー、実はパリ協定の第2条の目的条項には3つございまして。 えー、今申し上げたのが A であります。で B は適応能力レジリエンスの強化、そのための能力向上というのが入っています。で三つ目の目的。 おそらくこれは気候変動の国際条約では初めてですけれども温室効果ガスについて、まあ、いわゆる低排出型脱炭素型で気候のまあレジリエンスの高い発展に向けた方向性政策の方向性に資金の流れを適合するという目的を掲げています。 今申し上げましたようにこれまで気候変動枠組み条約京都議定書さまざまな合意がありましたけれども資金の流れというものをまさにその目的の3つの柱の一つに位置づけたのは初めてであります。これはあの先ほど申し上げた脱炭素化の目標を達成するためには高い目標を達成するためにはまさにこの資金の流れの変化なしにはこの目標を達成することができないという認識を表しているものであります。 実際、IPCC の第5次評価報告書など、これはあのから持ってきておりますけれども、えー、パリ協定が定めている2度目標を,を達成をしようと思いますと、 現行、まあ、これに2010年あたりを置いておりわ,わけですが2010年このゼロと書いてあるところが2010年次元での年の投資額でありますがそこから2度目標と整合するには明らかにそのトレンドを変えないといけないというものであります。一番変えないといけないというのは、まあ、伸びている上に伸びているこれ単位は10億米ドルでありますが。 再生可能エネルギーそれから全体としての発電への投資そしてエネルギー効率改善に大きく投資をシフトしないといけないと他方で CCS のついていない化石燃料発電あるいは化石燃料の上流での採掘についての投資というものをなく少なくしていかないといけないということを IPCC の第5次評価報告書では示しております。 えー、このことはあの他の,あの研究でも出ておりまして特にエネルギー分野に関して言うと現行対策よりも約75%程度は増やしていかないと2040年の次元で二度目標達成の道筋に乗っていかないという少し,した研究もございます。 昨年の IPCC の第1 5度の特別報告書でもこれは2014年の,あの第5次評価報告書でも書かれておりますけれども1 5度の特別報告書はとりわけ1 5度ということになりますとかなり相当な投資の増大が脱炭素化に向けたあらゆる部門で必要となるということを指摘をしております。こういう言いいい言方ももしているんですけれども メジャーリアロケーションオブインベストメントポートフォリオつまり投資のポートフォリオが大規模に組み替えられるということが1.5度といった水準での気温上昇の抑制を達成するためには必要だというメス科学からのメッセージでございます。脱炭素化に向けた 後半に移ってまいりますけれども脱炭素化に向けた大きな転換が私自身日本でもかなり動き始めているのではないかというふうに思っているのがこの一年ほどでございます。あの先ほど言いましたように私はあの法律しかも国際法学の専門にしておりまして例えば京都議定書のようにまあ国際制度で引っ張って排出を削減をしていく。 という、まあ、イメージですね、えー、国際的な枠組みいいものを作っていこうというふうにあのこれまで考えてきたわけですけれどもパリ協定のあと起こっている現実というのは実は国際枠組みよりもずっと早く大規模にダイナミックに動いているというふうに思います。 あのもちろん国際的な枠組みが持っていいる役割というのはあります先ほどご紹介したパリ協定の長期目標というのは大きな国際的なそして各国家の政策を動員するという意味で非常に重要なものでというの仕組みであります。 まあ一つはあのこれは先ほどあの飯田局長からもありました本日閣議決定された長期戦略の中に盛り込まれてますように日本も含めまして2050年あるいはそれを超えた野心的な温室効果ガスの削減目標を定めている。 1>, え1 5度の特別報告書「科学」のメッセージが出たあとこれはまだ長期戦略の中に盛り込まれておりませんけれどもイギリス、フランスでは2050年次元の排出実質ゼロという長期目標を法定化するような動きこれは EU も同じでありますけれども北欧諸国はそれに先駆けた排出温室効果ガスゼロというのを法定化をしております。 そういう意味で科学をのシグナルを受けたこうした長期目標というのが今後の脱炭素に向けた炭素化に向けた動きの政策を動員をしていくまあ根源ソースになっていくというふうに思われます、えー。しばしはこのパリ協定後のダイナミズムについて欧州の研究者などはテクノロジードリブンの変化というふうに言います。 これは私も一部そうかなと思うところがありますのはこの2点目に書いておりますとりりわけ再生可能エエネネルルギギーーに先導されたの大きな転換でありますこれはもう皆様にお話をするまでもなく技術とそれから大量導入による規模の経済によってコストが下がった再生可能エネルギーが現在世界的に大きなエネルギー転換を特に電力の分野で引き起こしています。 でこのことはあこれも先ほどあの飯田局長からご紹介ありましたけれども大きな再エネ投資のお金の流れを再エネ分野に呼んでいます。これが ああまさに総理が長期戦略を策定する指示を出されたああ未来投資戦略においてお話しなさったように、えー、既に飯田局長から言われてしまいましたけれどももうすでに温暖化対策は企業にとってコストではなく競争力の源泉であり環境と経,、えー、経済の成長の好循環というのを回 ビジネス主導で展開をしていくそうした可能性のある段階に立っているということが示されているものだと理解をしております。こうした動きというのはあもう一つあのパリ協定後のダイナミズムの大きな点は非国家主体国以外の主体の大きな取り組みであります。 まあ自治体ここに挙げてますのは排出実質ゼロを掲げた日本の横浜市京都市東京都の取り組みでありますけれども同時にあのおそらく本日お集まりの,あの会社の皆様方の名前これから出してまいりますけれどもえパリ協定の二度目標と整合的な目標を立てる企業さんが持つ取り組み。 あるいはそれを作成する取り組みというものがサイエンスベーストターゲットとイニシアチブのもとでこれは c d p ん国連グローバルコンパクト WRF の4つの団体のイニシアチブとして始まっています。すでにグローバル企業を中心に563社が参加をしそうしたパリ協定と整合的な目標を掲げる企業は219社にまで及んでおります。 これがあのその日,本の日本に本部を置く企業さんのリストでございますけれどもあのもうあの言うまでもございませんがここに参加をされている多くの会社がこの取り組みに参加をされているのが見て取れます。アサヒホールディングさんだけあのご紹介をしたいと思いますのはあのこのサ,サイエンスベースターゲットの取り組みがその御社の取り組みだけではなく それにつながるサプライチェーンにつながるその御社のサプライチェーンにつながる企業さんにもその影響を与えているという点であります。これは逆に言いますと欧米企業を中心に日本に本社を置かない企業のしかしサプライチェーンを担う日本企業にとってもこの脱炭素化パリ協定後のダイナミズムというのは注視をしなければならない問題になっているということでございます。 えこうしたドライバーこうしたダイナミズムの私自身が最も大きなドライバーと思いますのはやはり金融でございます。 えー、国,際国連の責任投資原則 PRI の取り組みあの言い忘れましたが東京大学も PRI にこの4月に署名させていただきました、えー、この三野さんが多分後押しされたんじゃないかと思ってますがこの,あの PRI の取り組み ESG の取り組みが進んできた中で先ほどからご紹介ありました TCFD の取り組みそしてこれもすでにあの言及をしていただいておりますけれどもさまざまなエンゲージメントの取り組みというのが企業さんの意識そして投資家の意識 大ききく変えてきていいるように思いますこれ先ほど水野さんからご紹介ありましたけれどもエンゲージメントの取り組みしかも運用資産32兆ドルを超えるような大きな投資家さんのが先ほどありました「しかし100社システマティックに排出を出している」というのは言い方を変えればというふうにおっしゃっていましたが将来において投資家さんのポートフォリオに この変化に対応して残ってほしい企業さんというふうに私は理解しておりますけれどもこうした企業さんに対してのエンゲージメントを進めていらっしゃるというのも大きなこの変化を作っているドライバーだろうというふうに思います。最後に日本の企業の変化について東洋経済さんの担当の方の許可をいただいてご紹介をして終わろうと思います。 えー、今年の5月18日号週刊東洋経済」のアンケート大変興味深く拝見をしました、えー、エネルギーとりわけまあ温暖化のこうしたへダイナミズムの中でエネルギーに関してそれから温暖化対策についてどういう意識を持ってるかというのを日本の上場企業150社にお答えを求めアンケートをし 108社が決め入りででお答えいいいたただというものでありますこれなかなか研究者でやっても回答をなかなかいただけないというケースがありましてそういう意味で非常に貴重な研究の観点からも貴重なデータでありますけれども電力会社さんにどんな期待をしているかというあの問いに対して電力料金の引き下げそれから安定供給もさることながら CO2 排出係数の低い電力の供給を9割以上の企業が求めている。 そして再生可能エネルギーの100%の電力供給を60社以上が求めているの大変今までにおそらくなかったトレンドではないかと思います。先ほど紹介したサイエンスベースターゲットそして TCFD の取り組みについては既に行っているそして検討中を含めますとそれぞれ9割を超えます。 気候変動に対するリスクについてもおそらく TCFD の取り組みの中でだと思いますけれどもサプライチェーンの影響をはじめ事業リスクとしてそれを認識する企業があ70社を超える水準になっております。 政府に望むことはということでありますけれども、えー、108社のうち45社のおかいご回答が「脱炭素化を進めるエネルギーシステムエネルギー政策を」ということを答えてらっしゃるのが大変興味深いところであります。えー、さらにその他の回答ではこれホームページに東洋経済のホームページに個社のデータが出ておりますけれども。 再エネのコスト低減系統の増強といった今申し上げたエネルギーシステムの脱炭素化したエネルギーシステムの転換を求める声が上場企業から大きく上がっているのが特徴的であります。こ、まあ、ここに大きなダイナミズムとこの1年の年変化を私自身が見るわけであります で最後にあのここはあの事業家の方そして投資家の方集まっていらっしゃると思いますが改めてこうした機会に私たち科学研究あるいは研究者が何ができるのかということをまあ考えるわけでありますけれども先ほど池田さんからおっしゃった今そのなりたい姿を皆さん描いてくださいということをおっしゃっていました。長長期期戦戦略略水野さんとご一緒しましまた長期戦略でも日本の ありたたいいい姿とととううものを一つ書こうとしたとこしろがございますなぜありたい姿を描こうとするのかといえばそれは変化の中で何がそのありたい姿を探していく中でですね変化の中での課題を確認をし確認をすることでそれに向けてのソリューション戦略を作れるとそういうものとしてこのなりたい姿を作っていくということではないかと思っております。 まあこうしたなりたい姿ありたい形を探していく中で私たち科学研究を行うものが何ができるのかということを改めて考えてみたいと思いますがこの今日のテーマと関係でいきますと二つだけ申し上げて終わりたいと思います一つは日本においてサステナブルファイナンスですとかクライメットファイナンスについてきちんとした学術研究というのをやはり体系的に作っていく必要があるんではないかという点であります もう一つは TCFD との関係でいきますとこれまで気候変動影響予測あるいはリスク評価について環境省を中心に省庁間でやってまいりましたが企業さんののリスク分析に役にに役立つ情報になっていいいたのかという問題意識でございます例えば異常気象について我々は中間値を出して気候変動の影響リスクとして提示をしてまいりました。 しかしひょっとしたら企業さんにとって本当に物理的リスクを評価するためには我々が異常値として消してきた。 最も起こってはならないことがどれだけの頻度で起こるのかという情報こそが有意義かもしれませんそういう意味では金融と実業家の対話ということをお話ありましたけれどもぜひそこに我々学術研究の研究者もまた参加をして対話の中で、えー、より良い皆様との取り組みを支援できるような取り組みができるといいなというふうに思っております。以上でごごござざいいまますごご清聴ありがとうございました